アブドゥラー・ハーンと、帝心・フサイン・アリー・ハーンと、皇帝・ファルフシアル・サイード兄弟は、兄、サイード・アブドゥラー・ハーン、弟、サイード・フサイン・アリー・ハーンのムガル帝国に仕えた二人の、兄弟。彼らは国政に、大きな影響力を持ち、第八代皇帝・ジャハーン・ダール・シャー、第九代皇帝、ファルフシアル、第十代皇帝、ラフィ・ウッタラジャーと、第十一代皇帝、ラフィ・ウッ タウラ第12代皇帝ムハンマド・シャーの5人の擁立、配立に関与したため、キングメーカーとしても知られている。サイード・アブドゥラー・ハーンとサイード・フサイン・アリー・ハーンは、それぞれサイード・ミー・ヤーンの息子として生まれた。1694年から1695年、アウラング・ゼーブの孫、ジャハン・ダール・シャーが、ムルターンの地方への遠征に向かうと、サイード兄弟もこれに従軍した。 1697年、アブドゥラー・ハーンは、スルターンプル・ナザルバルのファウジュダールに任命され、1698年には、ハーンデイショの大衆に任じられた。同じ頃、フサイン・アリー・ハーンは、アジメール地方のランタンボール、アーグラ地方のバヤーナーに、地方長官に任じられていた。アブドゥラー・ハーンはまた、1705年のマラウター討伐に参加し、1707年には、 アウラングゼーブの葬儀にも参加している。アウラングゼーブの死後、三人の巫女の間で戦争が勃発すると、サイード兄弟は、バハードルシャー一世に味方し、6月にアーザムシャーを撃った戦いに参戦した。その後、1708年10月に、アブドゥラーハーンは、アジメールの大使に、1711年1月10日には、アラーハーバードの大使となった。 同年4月1日に、弟フサイアリーハーンは、ビハールの大使に任命され、パトナーのアズイーマアー,ードに赴任した。ファルフシアルだが、1712年2月に、皇帝・バハーデル・シャー一世が死ぬと4人の息子らの間で争いが起こり、3月までに、上司・ジャハンダール・シャーが、他の兄弟・アズイーム・シャーン、ラフィー・ウッシャーン、ジャハーン・シャーを殺害し定位についた。 一方、ジャハンダールは定位についた後、堕落した生活を送るようになり、デリーの宮廷はすっかり乱れてしまった。アズイムシャーンの維持であるファルフシアルは、ベンガルに一人残されたものの、ジャハンダールシャーの打倒を伺っており、同年4月17日に彼は、ベンガルのパートナーで定位を宣言し、ジャハンダールシャーとの対決姿勢を見せた。ファルフシアルは、 ジャハンダール・シャーの軍と戦うため、ベンガルにおいて軍を召集し始めたが、彼はサイード兄弟の助力を受けることにした。同年末にファルフシアルがデリーに向けて進軍する中、ジャハンダール・シャーも大軍をもって迎撃し、翌1713年1月10日にアーグラ付近サムーガルで退治した。この戦いについて、ハーフィ・ハーンはその状況を伝記で、 階級の皇帝を問わず、あらゆる軍人は、ファルフシアルの勝利に希望を見出したと述べている。事実、皇帝軍は、士気が衰えており、分裂状態であり、1日で三者連合軍に、簡単に打ち破られ、ジャハアンダールシャアは捕らえられた。翌1月11日に、ファルフシアルは、アーグラで、即位式を挙行し、ムガル帝国の皇帝となった。2月には、ジャハンダールシャーを、 最小ズルフィカール・ハーンと共に処刑し、大勢のミコラを盲目にして遊兵した。ムガル帝国の皇帝となったファルフシアルは、即位後すぐに、サイード兄弟の協力に対し報い、アブドゥラー・ハーンを最小と、財務大臣に、フサイン・アリー・ハーンを軍務大臣にそれぞれ任じた。また、後者は後に、デカン総督にも任命された。だが、ハーフィ・ハーンは、この任命をファルフシアルの、 最も大きな失策とだと語っている。なぜなら、これらの職に任命されたかつての人物は、大変責任のある養殖で、かつての王たちが、その高い地位を授けたのは、賢明かつ高潔な人物で、驚くほど忍耐強く、豊富な経験を持ち、その資質が長い経験によって試された人物、であったからである。ファルフシアル即位後、サイード兄弟は、 皇帝の即位に反対した貴族たち大量に虐殺するなど、宮廷の分裂を招くことを平気でした。1714年に1月6日、フサイン・アリー・ハーンは、デリーを出発した。彼は、ラージャスターン地方のラージプートと交和した後、認知たるデカン地方へと向かい、1715年9月6日に、ズルフィカール・ハーンの代理人でもあったダーウード、ハーン・パンギーを、 ブルハーアンプル近郊で殺害した。フサイン・アリー・ハーンは、マラーター王国と戦い続けたが、1718年7月に王国最小、バーラージー・ビシュバナートとムガル・マラーター間で次のような協定を結んだ。同年9月、ファルフシアルはついに、サイード兄弟らに我慢ができなくなり、軍務大臣フサイン・アリー・ハーンに宮廷に出資するよう命じた。この時、 フサイン・アリー・ハーンは、デカン総督としてに、デカン地方に、長期の軍事遠征で滞在していたが、11月に、ヒトマステートに戻ることにした。フサイン・アリー・ハーンは、この命令に危機を感じており、帰還した後、デリー近郊に陣を設け、彼は、陣中で何度も、もはや自分は、皇帝の家臣はない、と何度も言ったとされる。また、彼はこの時反逆を明らかにするため、 自身の太鼓を創造しく叩かせた。家臣の太鼓を皇帝の居城の近くで叩かせるのは、著しく規律に違反する行為であった。こうして、1719年2月28日に、フサイン・アリー・ハーンは、兄、アブドゥラー・ハーンと交流した後、デリー城を制圧し、皇帝、ファルフシアルと面会した。アブドゥラー・ハーンは、面会時、皇帝、 ファルフシアルにこう言い放った。そして彼らは帝国のあらゆる感触を要求し、ファルフシアルは恐ろしくなり、ハーレムへと逃げ込んだ。サイード兄弟は追いかけ、屋上の隅に隠れていた皇帝を引きずり出し、敗位した後も盲目にして、デリー城で遊兵した。サイード兄弟はファルフシアルを廃位した日、新たな皇帝にファルフシアルのいとこであり。 バハードルシャー一世の産卵ラフィー・ウッシャーンの息子、ラフィー・ウッタ・ラジャートを即位させた。ファルフシアルは、敗位された後、脱出計画が発覚したため、4月29日に、サイード兄弟の命によりレリー城で殺された。同年3月、ラフィー・ウッタ・ラジャートは、フサイン・アリー・ハーンとマラーターとの間に結ばれた、条約を追認した。バーラージー・ビシュバナートは、 条約が承認された後に帰還したが、彼と随行したサルダールらは、ムガル帝国の弱体化を目にし、デカンを超えて、北インド侵略を考えるようになった。彼は北、インドを侵略しようとはしなかったが、デカンのチャウタとサルデーシュムキーを効率的に徴収するため、サルダールらにその地域を割り当てて、足場を固めた。同年6月6日、サイード兄弟は、皇帝、 ラフィー・ウッタラジャートを廃位し、その兄ラフィー・ウッタウラを定位につけた。同月13日、彼らはラフィー・ウッタラジャートを殺害した。同年9月19日、サイード兄弟は皇帝ラフィー・ウッタウラを殺害し、同月29日に新たな皇帝にムハンマド・シャーを即位させた。サイード兄弟の討伐に関わった有力貴族カマルティン・ハーン・ムハンマド・シャーもまた、 サイード兄弟にしてみれば制殺予達を握った手ごまの一人に過ぎなかった。だが、ムハンマドシャーは三人の皇帝のようにいつ殺されるのか、怯え、トルコ系、イラン系の貴族らと組んで、サイード兄弟打倒の陰謀を企てた。貴族らもまた、サイード兄弟の恐怖政治に怯えており、皇帝の殺害は彼らを震え上がらせた。貴族らの間には皇帝すら殺されるのであれば、 貴族でしかない我が身は一体どうなるのかという考えが広まっていた。また、サイード兄弟は民衆の支持も失っていた。彼らは民衆から一宿一般の恩を忘れた人物とみなされていた。そして、1720年10月9日にムハンマドシャーを支持する貴族らは、ファテープルシークリーで軍務大臣夫妻アリーハーンを死角に暗殺させることに成功した。 これにより、フサイアリー・ハーンの率いていた軍勢は、ムハンマド・シャーに基準した。弟の暗殺に驚いたアブドゥル・ラー・ハーンは、新たな皇帝として、ラフィー・ウッタウラの弟にあたるイブラービームを皇帝に、擁立し、ムハンマド・シャーに対抗した。だが、そのようなことで、打倒計画がついえるはずもなく、ムハンマド・シャーは軍を率いて、アブドゥル・ラー・ハーンの打倒に向かった。 同年11月15日、アブドゥン・ラー・ハーンとムハンマド・シャーの両軍はハサンプルで激突した。戦闘は昼に始まり夕方になっても決着がつかずに、夜通し続けられるほどの激戦で、翌16日の昼に決着がついた。激戦の末、アブドゥン・ラー・ハーンは、敗れて捕らえられ、ここに、サイード兄弟の応暴は終わりを告げた。その後、ムハンマド・シャーの命により、 1722年10月12日に、サイード・アブズラー・ハーンは毒殺された。ありがとうございます。